おはようございます。今、4時半です。今、今回の動画はですね、僕が、将来ね、活躍したいなというふうに思ってます。ツリークライミングの、大会がですね、ありまして、仕事の、技術とかっていうのを大会で、披露するというか、日本一を決めるっていうね、ツリークライミングチャンピオンシップっていうのが三重県でありまして、それを見に行きたいと思ってますんで、今から三重に行きたいと思います。はい、それでは、準備ができたんで、今から三重の方に行きたいと思います。三重はね、小学校6年生の島スペイン村の修学旅行ぶり。22分の電車に乗らなあかんねんけどさ、まだ20分もある。はい、今から近鉄の電車に乗って伊勢まで行きます。はい、ちょっと道がわからんないので聞きます。とりあえず10時までバスがないみたいで、あと40分ぐらい足止め食らってるんで、なんかご飯かなんか食べようかな。想像してるより何もない。やばい、もう20分、もう近くに反対側にねコンビニがあるんで、そこ行くわ。もう今回のツリークライミングのチャンピオンシップ大会はですね、伊勢市の近くにある渡来っていうところでやってるみたいですね。渡来、渡る会と書いて渡来って読むんですけど、自分はちょっと読み方が全然わからなくて、ドカイパークドカイパークってずっと言ってたんですけど、ドカイパークじゃなくて渡来らしいです。はい、最寄り駅のねバスを降りて、今私は住宅街を歩いております。おそらくあの山の方にですね会場があるみたいなんですけど、まあ11分ぐらい歩くということで人気はないですね。これは大会行われてるんでしょうか。不安になるぐらいめちゃめちゃのどかなんですけど、すごい風が聞こえる声が、わーすごい来ました。選手のこれ話しかけていいのかな、なんかわかんねえな。え、街がすげえ。25メーターぐらいの木かな、多分あれにね重りをかけてロープを通すっていう競技。このね大自然に囲まれながら大会が行われてましたね。だいたい20メーター近くの木、20メーターオーバーの木を使って競技してた感じですね。いや自分もね資格取って早く出たいですね。これがなんでかっていうと、しっかり仕事に生きてくるっていうのが一つですね。仕事に生きてきて、で仕事でやっぱり成果を出してる人っていうのはこういうところでも成果が出てると思うんで、そういうふうにちゃんと仕事というか生活にもつながってくるっていうのがすごいいいことだなというふうに思います。
今旅館に来たんですけど、めっちゃめちゃいい旅館、8000円で泊まれたんですけど、8000円のクオリティじゃないぐらい趣があってめっちゃいい。ちょっと探検します。すごい、見て、すごくない？これなんか洗濯、伊勢は小学校の修学旅行で来たぶりですね。多分ここら辺来てたんじゃないかな。でっけえ松。あれはね、小学校の時に、小6の時に来て以来ですね。久しぶりに来ました。サバの癖強め。はい、今帰ってきました。お部屋落ち着く。ちょっとね、音が静かにしなくちゃいけないけど、今から今日のね、学びをちょっと復習しながら、ちょっと動画編集とかしてもう寝たいと思います。明日朝5時とかに多分起きていくと思うんで、ではまた明日。ございます。三重といえば、夫婦岩から日の出が見えるということで、日の出をちょっと今から見に行きたいと思います。今4時40分です。なんと 100% 今日雨だそうです。今日はね、マスターズっていう、大会のね、予選の結果が行われてですね、決勝の、3名ですね。まあ雨と言いながらもめっちゃ小雨が降ってて、本当に小雨、超小雨が降ってるんで、それぐらいだったら全然問題ないんですけどね。ツリークライミングっていうのは実は雨がすごい相性が悪くて、基本的に雨の日はロープクライミングっていう仕事はしないんですけど、それがあるんで、ちょっと雨は降ってほしくねえなって、純粋に応援する側も思いますね。残念ながら、朝日は見えませんでした。小学校の時は見れてんけどな。ありがとうございました。帰ります。ちょっと待て、忍者キングダムめっちゃ行きたいんやけど。何、忍者キングダムって。1時間に1本だぜ。電車を下から見れるなんてそんなにないよ。バスも電車もなさすぎて、まあ、逆にもう東京とかに慣れちゃってるからやろうな。1時間に2本とか1本とかそんなんが結構多いからさ。いやー、逆にやっぱ東京すごいわ。騒がしいけどね、その分。こっちはのどか。今日は最終日、チャンピオンが決まれる日ですね。日本一と自分のこのレベルの差っていうのを肌に感じて、世界狙いたいと思います。話飛躍してるけど、そのつもりで頑張ります。もうすっかり綺麗に片付けられてますね。
やばいやばい。エビ。はい、ということで帰ってきました。帰ってきました。楽しかった。めちゃめちゃ充実した2日間でした。楽しかった。朝全部早くて起きてる時間がスーパー長かったけど、めっちゃ楽しかったし、めっちゃもうやっぱね、自分の目指すべき場所へ行っていく道がちょっと見えた気がします。やらなあかん、やらなあかん、頑張らなって思うことが、陸上以外でこんな風になれるっていうのはなかなかないかなっていう。スパルタンレースもやっぱ大事なんだけど、スパルタンよりもやっぱり自分の中では仕事にやっぱ直接かかってくるから、ほんまに仕事のスキルを磨いていくっていうの、それがすんごい、もうやる気満々、頑張るわ。はい、てな感じで以上です。動画のご視聴ありがとうございました。とりあえずもう今ね9時半ぐらいなんですけど、やっとお家に着いて、明日また事務所に朝の5時集合とかなんで、もうね明日の準備して寝たいと思います。この動画がよろしいと思いましたら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンにぜひよろしくお願いします。 100% の本気、 100% のエネルギーで頂点目指して頑張っていきます。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。次の FM でレッツゲン。はい、魂笑い、それすなわちエネルギー、いったらいってる 100% のエネルギー。てなわけでまた次の動画でお会いしましょう。次には踏んでるんですけど、バイバイ。